今雨村です。仮装しました。ただ歩くだけじゃ面白くないっていうことで、ね、コンビニで飴を買って配ると思います。トリコアトリート。寝起きのチームとほのゆんチームで一袋を配り終わった方が勝ち。ゲームですね。飴を配り終わったらここに戻ってきます。ここに戻ってきた人が勝ちっていうことです ね、はい、ですね。戻ってきたグループが、うん、はい、頑張って配るぞ。せーの、スタート。はい、今ねコンビニで飴を買ってきたので早速配っていこうと思います。縦に分かれます。縦に分かれます。はい、バイバイ。あの場所で、あの場所で、あっち方面行きましょう。すみません、トリコアトリート、お金もらってください。ミルキーです。ありがとうございます。緊張します。これトリコアトリート、ありがとうございます。 YouTuber、 あ、知ってます。ありがとうございます。大丈夫、ありがとうございます。いっぱいやってる方です。ごめんなさい。よかったら MTV 見てください。ありがとうございます。私たちの作戦は1人に2つずつ渡すっていう、はい、そうなんです。作戦ですから、はい、もうタクシーで移動しても何でもいいって言われたんで、もう作戦です。作戦勝ちです。もうどう、あの彼らちょっと怖い。怖い。お、気づいてるよ。気づいたか。ちょっと話しかけてみて。雨いりませんか。もう、あ、ミクの手も乗ってください。ありがとうございます。 YouTube 映っても大丈夫ですか。ありがとうございます。素敵なハロウィンです。ちょっとね、年齢層が高い。そうね、若い方たちが集まりそうな場所じゃないですか。若い子たちが集まりそうな場所は、あそこの一気に配る作戦。商店街、ちょっと一瞬入った方がいいかも、マスクって。あ、じゃあ商店街行きましょう。勝てそうな気がしてきた。これ罰ゲーム何？罰ゲームなんだろう。罰ゲーム何ですか？何ですか？すみません、雨いりませんか？行こうずっと。ゆうちゃん、あ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと言ってみよう。お、トリコアトリート。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 どこだと思う？ I'm sad。I'm sad。どうします？店員さんとかどうですか？すいません。飴もらってこない。お願いします。あ、いいですか。ありがとうございます。食べてください。食べてください。よしよし。トリコアトリートは、トリキーどうぞ。あ、ありがとうございます。配り終わるかの勝負です。あ、ありがとうございます。配ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。あと何個、あと3個、あと3個入りながら渡そうじゃん。あと3つ、あと3つ。2人に2つ配りました。え？
お得が増したなと。そうですよね、やっぱハッピーハロウィーンみたいな感じで感謝の気持ちを込めたら1人2つになってしまったんで、ルールがタクシー乗ってもいいっていうことだったんで、日本揚げもありかなって。視聴者様、どうしたら納得いくでしょうか。どっちが勝ちか負けかちょっとわからんことになってしまったんで、とりあえず大阪でミルキーを配ったんですよ、4人で、うん、仲直りっていうことにしたいんですけど、どっちかもじゃんけんで決めましょう。ミルキー配ったことに意味があるかなっていうことで、みんなに、ね、幸せを与えれたので、ちょっと難しいということでね、この2人じゃんけんしてください。ちょっとスクートパーしか出せないので、こちらの方にやってもらおうと思います。最初はグーじゃんけんぽい。やっぱりズルしたから、ズルしたからガスは当たり前なんだ。かわいい、ごめんなさい。まあルールはなかったから、どうかもネオちゃんに一袋あげたいっていうことでね。朝ゲームはスタッフさんにまだ決めてもらって、まだ4人で撮影の時にねしてみようと思います。また次回の動画とかもね、いろいろずっとチェックしていただければ嬉しいです。大阪楽しかったな。はい、楽しかった楽しかった。いちいち早かった。まだ USJ とか行きましょう。行きたい。はい、ハンバーグは食べたい。あ、たこ焼き食べたいって言ってた。あ、たこ焼き食べたい。この下置いてある。じゃあたこ焼き。やったー。行きます。嬉しい。たこ焼き。美味しい。美味しいわ。あくあく。めっちゃ美味しい。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今日はですね、なんと重大発表があります。わあ。なんですけど、大阪とかもね、あったし、なんか泣ける。よろしくお願いします。